ボートレースオムラ G2 第3回レディースチャレンジカップシリーズの5日目予選最終日第5レースの開始です。1号艇は滋賀の水口由紀、2号艇は福岡の魚谷香織、3号艇へ香川の山川美雪、4号艇へ滋賀の遠藤恵美、5号艇へ福岡の藤崎さゆり、6号艇埼玉の中里優子、以上の6名によって争われます。コースはやはり動きなく定番通りとなりました。風は非常に緩やかですが、少し向きの方が不安定な様子。今現在スタートラインに対しては非常に緩やかですが、向かい風気味に流れている様子です。第5レースの予選競争、インコースには1号艇の水口由紀、そして2コース2号艇の魚谷香織です。魚谷香織が予選ラストの勝負がけになってきました。1着上げて 6.00。3コース3号艇の山川美雪、そしてシリーズをリードする5戦3勝マーク4号艇の遠藤恵美。得点的には非常に余裕のある戦いなんですが、さあここも力強い動きを見せるかどうか。遠藤角戦、アウト5コース5号艇の藤崎、そして今日2走、予選突破には連勝条件という6号艇中里、大外進入スタートしていきました。1コース1番スタートは後手、2号艇の大谷がトップスタートで1周目第1ターンマーク運んでいこうという2号艇の外に、4番控えてまくり差しに向けようとした遠藤、ボート浮きますが、さらに最内を上がってきたのが5号艇の藤崎。さあ藤崎が差し上がってくる、そのアウトサイド2号艇の魚谷となりました。差がない後方に4号艇の遠藤、3号艇の山川、後ろは1番6番の順。スタートは前提正常でした。2マーク5号艇の藤崎トップで返しました。内を合わせて入って3号艇、さらには2号艇も内を近づく。2番3番5番トップ争いは3艇がもつれ合って、レースは2周目と移ります。間を通る3号艇の山川一歩先行、インコースは2号艇の大谷、外は5号艇の藤崎で2周目第1ターンマークの旋回。藤崎が外を握り分、しかし3番5番少し接触でしょうか。3号艇の山川リード、追走に5号艇の藤崎が4艇審査、それから2艇進行方2号艇の魚谷で、上位は3番5番2番の台形、後ろは1号艇4号艇6号艇で2周目第2ターンマークの旋回。3号艇の山川がトップで返す、2番5番と競り合った格好、2番失速、5号艇の藤崎が2番手をキープ、3番手を走る2号艇魚谷、その後からは1号艇の水口が2艇審査で迫って、あと1周最終周回に移りました。レディース予選競争第5レース、先頭を走るのは3号艇の山川美雪、追走に5号艇の藤崎さゆり、3番手は2号艇の魚谷香織がリード、3艇進行方で4番手1号艇の水口、5番手に4号艇の遠藤、最後方6号艇の中里優子で最終ターンマークの旋回です。今シリーズ2勝目に向かっていく3号艇山川、最終コーナークリア、そして5号艇2号艇と返して上位体系は3号にまもなくゴールインです。第5レース、先頭3番山川ゴールイン、2着は5番藤崎、3着2番魚谷、そして1番4番6番ゴールしました。第5レースの確定をお知らせいたします。1着3番、2着5番、3着2番、以上です。